台湾車両本社台湾車両で製造された EMU700 型電車車内銘板台湾車両で製造された台北都市運371型電車台湾車両は台湾の鉄道車両製造メーカーである。台湾車両は2002年10月16日に設立された台湾の主要な交通輸送設備製造メーカーである。国営企業であった東久鉄工廠の民営化にあたり、鉄道車両事業部を分離するのに際して、また経済部による鉄道車両国産化政策にも基づき、台湾発の民間鉄道車両メーカーとして、東久鉄工廠、中国鋼鉄、日本車用、住友商事の4つの企業の出資によって設立された。本社及び工場は、新竹県古皇郷にあり、鉄道車両の生産を、主な業務としている。生産した車両の多くは台湾鉄路管理局に納入されている。台湾車両は東久の鉄道部門と日本車両製品の保証を継承し、その後の日本車両の台湾向け製品にも協力し、新規の注文も受けた。発注者は台北市政府ハヤ運行提局発注者は仁北市政府ハヤ運行提局104。人力銀行台湾車両古墳有限公司、水道軌道車両零組建国家計画、中市 BRT 天人都市運商、赤人院今三放電連車、基地2016年7月5日、中時電子法台湾車両生、召集実勲アーカイブド2010年12月10日、アットザウェイバックマシン。ありがとうございます。